よし、じゃあす何してるんかって言うとですね、ドラッグスター1100かね、はい、メーターが走っとったら急にゴーンって音がして、どういうことですか？ゴーン、分からんですね。ガコーンと音がしてメーターが動かんくなったみたいな。大事ですね。大事で、なんか走ったらガラ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 と音がするんじゃっつって、まあちょっと日中に持ってこられてね。あでもまあちょっとすぐ見れんかったけ、ちょっと今見ていこうかなみたいな。これ複雑っすね。この何が入った配線の量が、配線は結構ね、やっぱ国産バイクと、うん、そのハーレーとかって全然配線の量とか違うじゃないですか。いや大体一緒よ。あ、一緒なんですか。あ、大体一緒。いや一緒じゃないでしょ。一緒よ大体。あ、一緒なの。いやどう考えても多いもんな。古いハーレーは少ないよ、それはさすがに、はい、でも現行のハーレーとかだったら別にそんな変わらん。むしろハーレーの方がいいんじゃない。あ、そうなんすか。あ、分からんね。で、まあこれでとりあえずは外せるかそこのね、はい、まあね、メーターそこのね、メーターのあれが動かなくなったね。メーターのスイッチがメーター、スイッチじゃない、メーターのね、センサーみたいなのがね、壊れてたね、多分。で、と衝撃なものがね、出てきたけんさ。なんすか。これはね、ちょっと見てほしいわ。マジ怖い、ちょっとゾッとするみたいな感じじゃない、これは怖い。1100とか、あんま触らんけばわからんのね。1100、こっちはないの。でかいな。でかいよ。で、待ってよ。待ってよ。よいしょ。これで引っ張り出せると思うけど、ここが。あれ？まだあった。嘘やろ。これでもまだあった。何の作業してるんですか今。まあ、ここはね、原因は分かったんよ。ここにね、こういうのシャフトが割れとんだけど、どこが止まっとる。まだ外れんなの。ここのこれを外したいんだけど、ん、いや俺そこだと思ってたのな。あれ、まだ何が止まっとる。おい、こっち側外れてないんじゃないですか。かもしれんね。どこが、いや、あの先、あれ、まだここが外れてない。そっか、まだ外れてないからバッテリーのあれもう一個あるんか。バッテリー外すか。結構大事っすね。この場所だけちょっと原因と場所だけちょっと突き詰めて帰りたい。どこが止まってる。配線が多いけん見えんな。よいしょ。あ、こっちか、こっちかな。ごめんね、こっちかな。こっちだったか。この裏だ。疲れたさ。いや疲れてないよ。疲れてないけどちょっとどうかなと思って。よいしょ。で、オッケーだね。で、多分ここのプラスチックが全部が、ああ、取れてね。はいはい、来た。やっと来たよ。ここは。
よいしょ。でかいっすね。来た来た来た。これをちょっと取りたかったんよ。で、ちょっと上げようか。で、で、これはブローバイ系か。ブローバイ系か。抜くか。ごめんね。ちょっとなんかただの真面目な動画になりそうや。普通に。こうしてこうしてこれをハイガス関係だね。ハイガス関係だね。で、待って。あ、すごいけ。すごいのが。結構なも。え？なんか結構なんかスッキリしたっすね。スッキリ。そうそうそう。これがスッキリなやり方よ。で、これで。これをこっち上げるよ。よいしょ。OK。で、今回はね、そのね、これなんよ。その、ここにスピードのセンサー、さっきのどれだったっけ？スピードのセンサーって取ったんかね。あれ取ったっけ。もうちょっとこれか。あ、これスピードのセンサーがここに刺さっとったんよ、はい、言うなれば、はい、ここにこう刺さっとって、うん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 、でもガラガラガラっと落としちゃってこう外れとったんよ、はい、このスピードセンサーがね。これがあのメーターのパルス拾うやつね。わ、はい、かる。むずい。むずいっすね。ちょっとむずい。パラソルっすか。パルス。パルス。今タイヤがどんぐらい回ってますよっていうのをこう信号、こういう信号で送るんよ。はー。早くなったらこういう信号みたいな。ゆっくりだったらこういう信号でけ、メーターがあこれぐらいかってなるんよ。はー。じゃあもう連携しとるってことですか。そう。これでセンサー拾いよって、これパッと見たらこれわかる。こんなでっかいナットが転がってた中に。危ないっす、うん、でなんか明らかにこう折れたんよ。バキンっつって危な。で折れた時にこれいつ折れとったんかなって見るのはこの断面図を見ればいいよ。これめっちゃ綺麗じゃん。わかる。綺麗に折れとるけ最近折れたんよ、うん、折れて日が経っとったら半分まで折れとったら、ま、真ん中半分だけ茶色かったりする。でどんぐらい折れとるんかな、どんぐらい前に折れとったんかなってある程度の予測が立ちます。でこう開けるとうわっ、うわっ、うふわ出てきた。あー、やっぱそうやね。やっぱそうやね。しかも外れんのかこれ。大ごとやなこれ。やばいっすわ。え、どういうこと。あ、てかやっぱ、え、やっぱミッション開けには無理かこれ。え、そういうことか。ここのドライブシャフト系、ドライブシャフトやこれ。うわ、マジか。あー、多分見えんかな、見えるかな。それ割れとんなんなんすか。ここは多分もうこんなもん。あー、こうやって回るんだけど。おー、すげえ。で、ここのギアでさっきのパルスを拾うんよ。ここに磁石があって、ここがこうやって離れたり近づいたりするじゃん、この鉄が。はい。で、パルスを拾うんだけど、この中じゃね、この中。あー、折れとるね。ここにねシャフトがあるんよ、でっかいシャフトが、うん、その真ん中がここ折れとるね。しっかりポキンっつって。え、大ごとじゃないですか。こう大ごとやね。こ
僕普通に大食べ。マジ？これエンジン開けには無理ってことか。じゃあ一旦エンジンを下ろすってことですか。ああ残念。うわマジ？ってことやね多分。ってことやね、ここ継ぎ目がないもんね。継ぎ目がないってことね。なんで折れたんかね、これポッケーンとってね、完全に折れてるっすね。マジでこれ。ああじゃあね、完全に折れとるね。これしゃ、こっち抜いたけって関係ないもんね、多分抜いてここだもんね。この中のシャフトでこうでこうだろ。オード。ああ、これあれじゃねえ、エンジン開けんと無理か。エンジン開けん、エンジン開けるってどういうこと？ああ、そういうこと？そういう感じ？ねえ、つなぎ目ないもんね、だってね、絶対。見た感じないっすね。でけ、これを外せんってことやね。でけ、一回シリンダーから全部抜いて最後割れじゃろう、多分。あ、そういうことっすか。うん、だと思うけど。うわ、そういうことか。一体っていうか、無理っぽそうやね、そこ。ああ無理かこれ。うわ非常にまずそうです。まずそうです。以上、塩田尺でした。